さあ、第4試合、CG エンタスからはムービー選手、そして KTF からはバイオレット選手という形、プロトス対プロトス。ムービーもバイオレットも若干不安定ながら最近の成績は非常にいいですね。いい感じで、なんか 両チームの中堅どころって感じですね。ただ、CJ の方はマッチが振るわない以上、今はムービーはプロトスの柱になってますね。 CJ のはい、第4試合マップ641に貼っておきましたゴッツガーデン、プロトス VS プロトス。セカンドサードと行きやすい分、それなりにセカンドベースの、まあセカンドどっちにとってもいいんやけどな、このマップの場合。一番外っかマップセンターに近いベースですねが、まあ守りやすいっちゃ安いんやけどな、それなりに広さがあるからな、結構中盤気抜けないんですよね、このマップ。ボンバーマンにこういうやついますね、いますね。CJ ファイティー言うてんな。これすごい音量やからな、会場で。俺びっくりした、初めて聞いたとき。まさかあんなでかいと思ってなかった、このファイティーの音量が。めちゃくちゃでかかった。はい、CJ エンタス、ムービー選手がマップ右上一時のポジショニングでスタート。そして KTF のバイオレット選手がマップ左下7時のポジショニングでスタートという形。CJ はこれに勝てば3勝1敗で勝利という形になりますね。対する KTF の方はこれに勝って、かつ最後のエースマッチに勝利しないと本日敗退してしまうという形。그렇죠우정호선수김캐리의저지를부숴버려 저도좀에이스결전에가봤으면좋겠어요 、네、 오야진짜이번은정말비슷하신데요네난이가오나이마오늘특히닮은한상국선수가승리를기대해서기쁘실것같습니다자어근데푸르브두기작전동원네일단은이게한방에두지역을정찰하면서네몰래건물을한다던가혹은몰래건물을좀해야될것같은그런분위기인데요네근데지금딱히그게뭐정찰당연히뭐할것도많이없어보이고요、네、어떤뭐가나전진로버라든가이런거를바이오렛도니테나구모나이테로들어가서일단뭔가좀メロパルレットン、デスロシが出て、身内バイオレットの身内か、ね、전진兄弟か、나올가능성은지금낮아보입니다네그래서지금은요11시에프로브가들키지않았고자신의입구적을초반에3개의프로브가이렇게자원당비하고있다라는것은이거는무조건적으로몰래건물을할수밖에없는상황이벌써된건데요자격선인거알았거든요난다その프로브와난다프로브하나좀중간에서뭔가その프로브와난이요시오른다네입구막고프로브두개정찰하고バイオレット君、入れる、入れる、あ、入れないか、入れないのか、ちょうど真ん中なんか、え、クワノのそっくりさん、前もクワノのそっくりさん、MSL サバイバートーナメントで来てなかったか、あっちはほんまにそっくりさんやったけどな、マジでそっくりやったけど。同じ人、もしかして。あー、バイオレット来ましたね、これ。隠しなあ、隠、あれガス取ってない、え、
スリーゲートオンネジュロスル그냥한방おスリーゲートフォーゲートかフォーゲートへバイオレット네、さあこれは少なくとも、ムービー選手なんとかこの内側ですね、外じゃなくて内側のベースを先にセカンドとして取ったのは不幸中の幸いですが、これはもうバイオレット選手のファーストベースに入り込めない以上、なあどうにかして察知するしかないですね。相手のジロットの数が増えないぞとか、ドラグーンが出てくるの遅いぞとかね、っていうかそもそもガス取ってないんでドラグーンが出てこない時点でおかしいんですよね。出てくる時間帯にガスを取っていないのでドラグーンが出るべき時間帯に、バイオレット選手のドラグーンが出てこないっていう部分があるので、その細かい変化で、気づく必要がありますが、その感じのムービー選手はアドゥンに進化している。あドラグーンも出ていない。あこれはバイオレット押すんではなかろうか。さすがにミラーマッチでこの規模のラッシュは厳しい。しかも1ゲート2ゲート1ゲートじゃないかムービー。さあこの間にセカンドベースに、あーシールドバッテリー2個立て、あーしかし自らのドラグーンをボックスしてしまったシールドバッテリー。さあここでなんとかシールドバッテリーが完成してドラゴン新しいの1体出てきますが、ダークテンプラが出るまで我慢できないでしょうね。これは耐えれないでしょうね。ワンゲートへ厳しすぎる。さあヒットアウェイしますが、ヒットアウェイとか関係ないぐらいのジロットの量ですね。このままフォーゲートウェイで垂れ流しで生産し続けているので、ガスも掘らずに、バイオレット選手生産し続けているので、ドラグーンでどうこうチョコマカできるようなレベルではないでしょう。ああパイロンが割られてしまうとダークすら出てこない、ダークすら出てこない、間に合いませんね。このパイロンは守れません。パイロンがダウン、ゲートウェイ活動停止、シールドバッテリーも使えず、ダークテンプラ出そうにもこちらのゲートウェイ一つでは。さあ再びこのメインのネクサスの近くの方のこのパイロンが剥がされるとなると、またもやダークが出せない。このパイロンも落ちますね。ダーク出せず、そしてこちらにもゲートウェイがあるんですが、ここは大量の、ジロットでもうそのままストップできますね。すべてをストップできますね。ファーストベースのネクサスがダウン、ダークテンプラ出せず。セカンドベースのネクサスももう落ちますね。ああ完全にこれセレモニーですね。プローブ大量に相手のベースに送って、そして万が一ダークテンプラが出ても対処できるようにキャノンもファーストベースに立てている。お一斉に顔隠しすぎやろ。あーダーク1体出ましたが、ダーク1体出たには出たんですが、これはひどい。キャノン2個立て、ダークテンプラに対して余裕ですね。
テンプラーアーカイブスもアドゥンもダウン。あ、パイロンを立ててダーク1体でなんとかという形ですが、GG。